諸君、演奏までもうあと10日しかないんだよ。音楽を専門にやっている僕らが、あの金靴カジダの里親のデッチなんかの寄り集まりに負けてしまったら、一体我々の面目はどうなるんだ。おい、ゴーシ君、君には困るんだがな。表情ということがまるでできてない。怒るも喜ぶも感情というものがさっぱり出ないんだ。それにどうしてもピタッと他の楽器と合わないもな。いつでも君だけ溶けた靴の紐を引きずってみんなの後をついて歩くようなんだ。困るよ。しっかりしてくれないとね。高貴ある我が近世音楽団が、君一人のために悪評を取るようなことでは、みんなへも全く気の毒だからな。では、今日は練習はここまで。休んで、6時にはかっきりボックスへ入ってくれたまえ。みんなはお辞儀をして、それからタバコをくわえてマッチを吸ったり、どこかへ出て行ったりしました。ゴーシュは、その粗末な箱みたいなセロを抱えて、壁の方へ向いて、口を曲げてボロボロ涙をこぼしましたが、気を取り直して、自分だけたった一人、今やったところを初めから静かにもう一度弾き始めました。